皆様こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。WR ブルーの WRXSTI やん。そうや。スバルか WRC の話？いや。またちゃうん。またロスマンズつなぎのガードナーが乗ってるぜ。またかいな。ワインガードナーが好きなんだぜ。WRX ならロスマンズじゃなくて、555やろ。インプレッサの前のレガシー RS は、555になったが、最初はロスマンズやで。いわゆる、両目ね、ところで、555タバコって売ってるの見たことないわ。中国やベトナムなんかで人気みたいだぜ。ロスマンズは日本でも買えるぜ。しかしちょくちょく輸入が途絶えるがな。安定した供給を願うぜ。そうなん。一つ小ネタを。何？去年あたりからミサイル発射しまくっている。北朝鮮のキム・ジョンウンなんだが、親父のキム・ジョンイルがヘビースモカーでな。で、ロスマンズが大好きだったんだぜ。本当にどうでもいい情報ありがとう。どういたしまして。そういや今日は、スバルビビオが登場するぜ。あのサファリラリーに K が参戦したのよね。なんだ、やっぱりスバルの話？と、言いたいところだが、すでに他のサイトなんかで語り尽くされているし。今日は脇役だ。え、でも RXR なんでしょ？ちゃう。はぁ？グレードは ELS だぜ。ボディカラーは青だぜ。スタッドレスタイヤ付きの台車だぜ。マリサは車を壊したのね。おう、雪道でフロントバンパーが割れたぜ。で結局、今日は何なの？みんな大好き、廃墟ものだぜ。いいじゃない。その中で分類すると、戦争遺構だ。渋いわ。マニアの皆様には有名な戦争遺構だ。マヤカンくらいの大物なの？マヤカンに比べたらあかんで。京都府北部の舞鶴の山頂付近にあり、アクセスは山頂付近としてはいい方だな。物件までは車で行けるの？車によるな、それに田舎の山なので道幅が狭い。オフロードバイクで行く人がほとんどだな。もうちょっと普通のオフ車の画像なかったん？これ好きなんだぜ。あとは行く時期だな。と、言うと？舞鶴は日本海側の海沿いだ。平地でも12月に積もった雪が4月頃まで残るぜ。じゃ山なんか、もっとすごそうね。積雪の時期は行かない方がいい。危険だわね。道から落ちたら、春まで発見されないぜ。そんな危険な山に、2月の積雪の中、ウプ主は行っちゃうのね。それも車を修理に出して、台車で。スタッドレス付きの軽というだけで行くのね。ELS でも4気筒エンジンが気持ちよく回ったので、ウプ主は何の装備もせず、昼過ぎに行くぜ。ウプ主？アホね、冬山で遭難するパターンだな。で、その有名な戦争遺構って？巻山砲台だぜ。はいはい、サイトでよく見たわ。確かにみんな夏に行っていたわ。なので砲台跡が緑の葉っぱで覆われているんだ。ウプ主はそこに雪の積もる2月にビビオで行く。アホやー。そろそろ、行きましょう。お約束、Google マップだぜ。真ん中が舞鶴湾で舞鶴基地があるのね。今は海上自衛隊、昔は大日本帝国海軍の、今も昔も日本海の防衛の要だぜ。巻山砲台は湾の西側ね。巻山砲台は大日本帝国陸軍だからな。アクセスがいいのでみんな行くんだろうな。雪の積もる中行くのは、ウプ主くらい。アホやし。歴史的には明治時代に舞鶴要塞が作られ、舞鶴鎮守府が開庁する。巻山砲台も舞鶴要塞に明治時代からあるのね。そうだぜ、太平洋戦争終結まで戦ったぜ。結局は、対ロシア防衛目的ね。それで、またロシアは戦争を始めるし。舞鶴海上自衛隊もまた対ロシアだぜ。いい加減にしてほしいわ。てか、プーチンの画像気持ち悪すぎ消して。やめろー。しばく。じゃ、行くぜ。国道27号線から、国道175号線に入、府道601号線を北上すると右手は舞鶴湾だぜ。海沿いは余裕で2車線だ。ドライブにはいい道ね、すでに空の色が怪しいわ。普通はこの時点で山には入らんな。ウプ主もビビって海岸沿いに止めて悩んでいる？思いつきで一人で来たんで。スマホで写真を撮らなあかんし止めたんやろ。だから写真が少ないのね。やっぱりアホや。府道601号線から細い道に左折するわ。アスファルトだが、ここから山道だぜ。信号も標識もないが、この縦看板が目印だ。ハンググライダー、パラグライダーで飛べるの？飛んでるの、見たことないがな。
はじめはのどかな感じね。曲がってすぐはな。これで海とはお別れね。次は登る途中で下に見えるはずだぜ。無事ならな。で、すぐ困難になるぜ。対向車が来ないことを祈るわ。ご祈祷してやって。はいなぁ。道端はこんな感じだ。廃車系サイト向きね。海、見えたわ。うぷ主、まだ無事だな。また空の色が怪しくなった。雪は見えないわね。登っていきゃ絶対残ってるぜ。おお、これくらい、普通だな。これ以上行くなって、知るし。さあ、うぷ主どうする？引き返すか？ U ターンはできそうよ。うぷ主、何も考えず道端に寄せているな。知らんでぃ。ああ。はい、通行可能です。ほんまにアホやー。どんどん登ります。また道幅が狭くなったわ。うぷ主、何も考えていないぜ。まただぜ、今度は転がってるな。死ぬほど切り返せば U ターンできるわ。通過するんだろうな。好きなようにしなさいな。知らんぞ。うぷ主、落ちないでよ。みんなこんな道走っていってんだな。季節が良ければね。上から何か落ちてきそうだぜ。うぷ主は考えない。はい、雪出ました。進めばどんどんひどくなりそうね。スタッドレスを信じきっているが。うぷ主、降りて確認するぜ。うぷ主にしては慎重ね。うぷ主は以前に。うぷ主、普通に積雪のワインディングで。スタッドレスで調子こいて。左カーブでステアリングを切っても。全く曲がらず、まっすぐ進み。右前輪を道端の溝に落としたぜ。かっこ悪すぎ。そのせいで慎重になったんだろう。それで、うぷ主はどうするの？ここから先は車を降りて歩いて登ることにしたぜ。一応、学習能力はあるのね。こんな雪の中を思いつきできたので。いつもの血のパンにスニーカーね。足元はズクズクだぜ。アホやん。ま、車を乗り捨てた判断はいいわね。そうだな、うぷ主を評価してやろう。乗り捨て歩いて、振り向いて撮った。ビビオは寂しげね。車ごと谷に転がり落ちるよりはマシだぜ。下りも怖いしな。うぷ主、どんどん登っていくわ。ずぶ濡れで歩いてな。なんぼスタッドレスでも LSD なし FF は怖いよな。徒歩で正解ね。もう巻山砲台が見えそうだぜ。山頂付近は日が当たるのか雪が少ないわ。出たぜ。まず NHK とアルファステーションの中継アンテナが見える。アルファステーションは京都の FM 放送ね。ここは金網で囲まれてるぜ。金網越しの撮影ね。電波系の新興宗教団体みたいだな。なんか、いたわねー。面白かったよな。こんな感じな。最近のサイトの写真では日本遺産に認定されたらしく、こんなのが映り込んでいるわ。私もサイトで見たぜ。文化庁が絡んでいるようだが、知らなかったのでサイトを読んだが、何をしたいのか、よく理解できなかったぜ。私もわからなかったわ。廃墟を解体しないなら何をしてもいいが、無駄に税金を使ってほしくないぜ。同感。横の砲弾庫だぜ。冬は形がよくわかるわね。うぷ主がクソ寒い雪の中、汗だくになって登ってきた甲斐があったぜ。まだ奥に移動ね。走っていくぜ。ぜいぜい。うぷ主、運動不足ね。次だぜ。この砲弾庫には珍しく、廃墟特有のアホな落書きがあるわね。こんな場所にも、やる奴らがいるんだな。そうだな、で次だぜ。ちょっと横を見てみるぜ。まだ次があるわね。はいはい、次に来たぜ。微妙な坂で、疲れるわ。この砲弾庫は結構廃墟っぽいな。夏は葉っぱで覆われてそうね。そうだろうな。で、また横を見てみる。デジタル一眼と交換レンズがいるわね。お、これだけ形が違うな。スマホじゃいまいちだぜ。全く準備していないからね。スマホじゃこれが限界だな。パノラマで撮ればよかったかもだぜ。後ろにあまり下がれないのね。そうなんだぜ。被写体と距離が取れないから。こんな撮り方になってしまうぜ。広角レンズがいるわね。ほどほどでいいけどな。ここの階段は登れそうね。登るぜ。こんな景色なのね。舞鶴湾ね。ここから飛ぶんだろうか？いやだわ。少し方向を変えると日本海だぜ。ここなら狙って撃てるわね。どれくらいの戦果を上げたかは。被災したものがなかったぜ。天気も心配だし降りましょう。雪もあるしな。雪があったら滑るわね。では、来た道を戻るぜ。撮りながら歩くのね。帰りは近くからな。
と、言いつつ中に入るぜ。天井に穴が作ってあるな。崩れ落ちてきそうな感じはしないわね。中から外を見るぜ。明るい時間は怖くないわね。中の保存状態もいいわ。暗いと怖いかもな。出て横に向かうぜ。はいはい。うぷ主も好きだな。帰りが怖くないのかしら？あ、一番荒れていそうなのね。入るぜ。誰か何かやったのか？天井の穴から落ちたのかな？ま、廃墟らしいな。外を見てみる。危険じゃないけど、荒れているわね。次、行くぜ。また、中に入るん？うぷ主は入りたかったんだろうが。さすがに帰りと放置したビビオが心配になるぜ。計画性がないわ。次が見えるぞ。落書きされていたのね。はあはあ。中は荒らされ放題なのかな？誰か住んでいるかもだぜ。廃墟あるある。次行くぞ。見えてるってー。うぷ主もしつこいわねー。そういうやつだぜ。アホやし。これで最後？実質な、最後は例の中継アンテナ施設の。金網に囲まれて近づけない。ああ、あの電波系ね。霊夢、そのネタ好きだな。帰るぜ。うぷ主、登ってきた道を見下ろしているわね。結構下っているよな。車で下るのは危険ね。そうだな。おお、ビビオイター。なぜか嬉しいぜ。ファーストガンダムの最終話で。アバオは空の中でガンダムを降り、シャアと戦ったアムロが帰ってくると、頭部と左腕を失ったガンダムを見つけた感じね。これでみんなのところに帰ったるって気分よ。わかったぞ、霊夢。わかった、わかった。本当にわかってる？わかってるって、歳がバレるぞ。あの最終話は、トップを狙え最終話くらい泣けるな。そうなのよねー。胃の文字が反対なのよねー。わかったって、うぷ主、ビビオに乗り込んだぜ。慎重に下ってね。なに、この記念撮影は？詳しくは聞かなかったが、用事で山に入ったそうで、途中で仕事をしていたみたいだ。普通は、四駆の軽トラよね。せやな、途中で簡単には近づけなさそうだが。あやレーダーサイトだな。軽トラを横目に下るわ。早く降りなさいよ。日が暮れるわよ。うぷ主、軽トラのおっちゃんと話して。気を抜いているだろ。ウィンド、曇っているわよ。だいぶ降りてきたな。よそ見しちゃダメよ。よそ見はしているが、行くとき海を見たところまで来たな。今のところは無事ね。あと少しだぞ。雪みたいな障害物はなさそうね。うぷ主が雪に排除したからな。だいぶ雪が少なくなったわね。また夕方から降りそうだがな。不動601号線まで無事出たわね。結構暗くなってきたな。ボディを見てもわかるが、雨降ってきたな。スマホのレンズにも雨粒がついているわ。夕方から雪になりそうだぜ。うぷ主、無事海沿いまで生還できたわね。アバオは空から脱出できたんだろ。木星、最深部から帰ってこれたんだね。よかったぜ。うぷ主、山に入るとき、水分を持っていかなかった。途中から歩いて登り、上では走り回り、車まで歩いて戻ったので、冬でも脱水を起こすぜ。うぷ主、車に水分どころか傘一本も持たなかったわ。山には自販機なんてないので。うぷ主、喉からからで海沿いで、やっと自販機を見つけたぜ。アホやな。うぷ主は真冬でも冷たいコーラを飲むやつだが。さすがに雨の中、寒すぎて、温かいコーヒーを飲むのね。そうだぜ。で、うぷ主、雨が強くなり暗くなる中帰るぜ。めでたし、めでたしだぜ。次の日は無事職場に行けたぜ。遭難しなくてよかったわ。うぷ主が無事ということで終わるか。それと、写真は、2016年2月13日撮影です。うぷ主はまた行くつもりですが、廃墟系ですので変わっている可能性があります。なくなってはいないようですが、多少整備はされているかもです。最後までお付き合いしていただいた皆様、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ゲームオーバー。